おい、めっちゃ釣れる、めちゃくちゃ釣れる、やばい、よっしゃー、やってましたよ、よっしゃ、よう釣れるやん、ほんまでかいし、キックやばいな。おはようございます、琵琶湖ガイドの伊藤裕です。まあ、今回、今年初の撮影なんですけども、まあ琵琶湖の状況としては結構ね、もうアフターが出てきてて、早いところではね、もうアフターの回復の魚がだいぶ沖の方にね出てきてる状況なんで、まあ比較的に結構ね、一時のことを思うとだいぶ釣りやすい、まあいろんなリグとかね、ルアーとかでも釣れてるかなと。まあ巻きでも釣れてますし、例えばステルスセブンとかね、ボトムのまあ例えばちょっとちっちゃいベロードスティックの 2.8 とか、まあ、3.8 とかもそうですよね。まあギルとかもね、すごい今年は多いんで、まあ結構ね釣りやすいと思うんで、まあちょっとね、そういうどういう風に釣りをしていくかっていうのとか、まあどういうリグでどういうワームで釣っていくのかっていうのをちょっとまあ見ていってもらいたいなと思うんで、まあちょっと楽しみに見てみてください。でまあ朝一ですけど、ライトリッチからちょっとね、体感的にも寒いんですよね、朝とか夕方とかで、昼間はもうめちゃくちゃ暑かったりとかするんで、結構その気温の差が激しいっていうのもあったりとかするんですけど、なんせね、アフターの魚そんな元気なやつもおるんですよ。そんなガンガン巻いても釣れない場合もあるんで、とりあえずね、もう釣りたい、釣りたいんですよ。で、今やってるその釣りはドラッキングなんですけど、で、狙ってる場所としては、そういう、カナダモのフラット。ちょっとね、新芽が生えてるんで、結構、沖の方とかもね、今年は結構、リードが生えてるんで、まあそういうところの、例えば、こう、ボトムから1メーターぐらい生えてるようなカナダモの新芽のところを、こうちょっと引っ掛けながら、引っかかった時にロッドを煽ってあげて、こう、ポロッと、外して、で、ステイを入れたり。これね、あんまり動かしすぎてもね、ちょっとね、食わない場合もあるんで、ちょっとね、丁寧めに、ほぐしてあげて、で、ステイをしっかり入れる。これはね、結構重要なんで、フィードをほぐして、で、ステイを入れて、で、次の動かし出しの時に、バイトを感じるような。イメージ。でギルおったらね、ギルがトントントンって持っていくんで、その持っていきよった時はね、もうあえてこうやって、あギルやって言うんで外すんじゃなくて、もう持ってかして、でもう中にいるやつが、まあバスとかも絶対周りに見とるんで、まあそれを奪い合わすような感じですね。まあこっち側もね、仕掛けてやらんとダメなんで。来た、今多分リード外れた瞬間に食ったって、これちょっとええやん。ほんでダム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 、やめてやめて、よっしゃー、でかっ、でかっめっちゃええやつ来た。ベローズスティックの 2.8 インチの 0.9g こちょこちょヘッド、ちょっとね、切れちゃったんですけど、ええやつ来ましたやん。今やっぱりね、ライトリグでしっかり丁寧にやるのがもうやっぱ肝っすわ。まあ放水もあるんでね、ウィードもしっかり生えてるんで、丁寧に丁寧に釣りしていくのがベストですね、このセッティング。リブはね、4つ目か5つ目ぐらいにポイントから出してやると綺麗にリグれるんで、やってみてくださいね。
でも今年もうすごいギル多いです。もうねライトリグとかまあ下手しいね全然フリーリグとかでもねガンガン当たってくるんで、もうほんまにギル多いんで今年はすげえチャンスだと思うんですよ。まあ、沖もしっかりリードが生えてるんでいろんなところに魚がいる、狙いやすい釣りやすいっすわ。こういうカナダもね結構グリーンで綺麗なリードでしょ。これ狙ってます。これがあってギルバイトがあるとなおさらチャンス。元気。ちょっとやっぱアフターちょっとねアフターもおるっすけど、そのアフターの回復系もねやっぱベイトも多いんでおるんすけど、回復しだしてるやつはよう飛ぶっすね。まあ、バレんようにねちょっとテンション張り続けるのが肝っすわ。来てるよ。みんなスティック持ってるかな、釣れんねんから。いいね釣れるねスティック 2.8 いいんちゃう。完全にこうちょっとやっぱリードをほぐしてやってほぐしてやってってしてるとちょっとこうもそもそっとギューンって持ってかないですけど、もそもそっとゆっくり持っていくような感じでバイトあったんで、まあちょっとそういうのをね集中して当たりを取っていくと釣れる人はこうウィードに引っかかった時はこうほぐしてあげて、ステイを入れてあげるっていう感じなんですけど、雰囲気的にはねこうやって、まあ、軽く持ってもらうと分かりやすいんですけど、もうガチガチでこうやってねガッと持ってるとまあ分かりにくいんで結構軽めに僕は持ってます。でこうやって竿がね軽く持ってる時にこうクッと持ってかれる時があるんですけど、その持ってかれた時にほぐしてあげる。これも今ちょっとこうやってもう若干ねかかりが浅いですけど、今は竿がこうクッと入ってこう今ちょっとね持ってかれてるんですけど、こういう時にこうほぐしてあげる。もう何回とかどれぐらいとかっていうのは正直ないです。こう引っ張られて、あこれですね、こう引っ張られてこう外してあげる、こうあほんで外れたかなって思ったところで止めてあげるっていうのがミソですね。こうやって持ってかれたらトン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 と外してあげて、取れたかなってところでステイを入れてあげる。でまあステイを入れてあげるんで若干ねこう自分の正面ぐらいまでこれぐらいまで持ってきてあげて糸のたるみを出してあげるのもコツかもしれないですね。でこの間にステイを入れてあげられることになってるんで、持ってかれたらほぐしてあげてステイ分の余分なラインを少し出してあげる。変わったかな、とりあえず合わしとく。あー怪しかったな今。まあねギルがギルのバイト増えて慣れてくるとあーギルやーってこうね外しちゃうんですけど、もう絶対それ NG です。もったいないです。
ビルに持ってかしてバスに変わる確率っていうのはかなり高いんで、ね、しっかりまあギルを使うじゃないですけど、ギルに持ってかしてバスに奪わす、なんやったらギルごと食わす、それぐらいの感覚でやった方が絶対いいですね。でしっかり巻き合わせていく、巻き合わせは重要っすよ。パッシン合わせても乗らんすからね絶対。持てた持てた、これバスちゃうかな、ほらバスやん、あ飛んでる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 、元気元気、めっちゃ元気よ。おお可愛いやん。ちょっと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 、オーケイオーケイオーケイ、イエイ、ベローズスティック 2.8、まあ、これもねまた 0.9g のこちょこちょヘッド、丁寧にねゆっくりスローにやったら釣れますよ。でこの釣りのまあ狙う場所というか、まあ、これから狙っていくような場所ですねはやっぱりね、一番に水通し、もうそこがね結構やっぱ重要になってくると思います。なんもやっぱ放水があったとしてもこれからねどんどん水温も上がっていきますし、まあ、バスもどんどんね産卵が終わって沖の方に出てくるタイミングなんで、やっぱりね水通しが良くて、まあ、水が綺麗で、まあ、そこに複合的にカナダモが絡んでたりとかね、ギルバイトが多いとか、やっぱそれらの要素が多ければ多いほどね、バスがついてる可能性が多いんで、やっぱりねそういうところを意識してエリアのチョイスをしていくっていうのは重要かなと思います。でここもね、まあ南湖のだいぶ南のエリアなんですけど、例えばまあメインチャンネル側の流れがあったりとか、まあ浚渫側の流れが通ってるような場所なんですけど、まあ、近くにね、まあ、ディープホールっていう大きな浚渫があるんですけど、まあ、それに近いところの、まあ、流れがあるスポットですね、まあ、目で見てはねなかなか分かりにくいんですけど、そうやって流れてるところってね意外にウィードが倒れてたりとか、あとウィードが逆に生えてないとか、ね、ウィードエッジになってるとか、まあ、そういったところで見極めてもらってね、しっかりそこを釣り込んでいくっていうのがこれから重要になってきます。だからねそういうところで、まあ、強い釣りでもいいんですけど、まあ、こうやってね今日やったらベローズスティックの 2.8 インチの、ね、ジグヘッドのドラッキングでやってるんですけど、まあ、ドラッキングってすごい理にかなってて、やっぱその広いエリアの中を、ね、早く丁寧に探っていける釣りなんで、まあ、これはねやっぱ超おすすめなんで、これからの季節はねこういう釣りもどんどんやっていってもらうのがいいかなと思います。全然いいでや思った、でかいでかい、でかいや、お、これシャ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 スティックやばいな 2.8 めっちゃ釣れる、こちょこちょヘッド 0.9g ベローズスティック 2.8 めちゃくちゃ釣れる、やばい、おもろすぎるやん。
ベローズスティック 2.8 インチ、これはベローズシリーズの中でも一番小さなサイズになってます。でどれぐらい小さいかというと、まあベローズスティック 3.8 インチに比べると二回りぐらいサイズが小さくなってます。で小さくしたことによって起こることがやっぱりね、動きが悪くなる。なんでそこを調整するためにベローズスティックのここの伸縮部分っていうのをかなりねテストを繰り返して、あのテール部分をしっかり動くように仕上げたのがベローズスティック 2.8 インチです。でおすすめリグなんですけど、まあ僕はね使うとしたら、例えばジグヘッドね、こちょこちょ今日もねあのよく釣れたのがこちょこちょヘッドの、まあ、0.8g から1.8g ぐらいまでいうのを対応します。それとやっぱりねあの猫リグ、これね結構ねいいと思うんですよ。猫リグやと、そうですね、リジットフィネスの1番とかね、あのキャプテンフックの4番、まあ、この辺をね軸にフックサイズは使って、あとはネイルリグです。あ、ネイルシンカーですね。ネイルシンカーは基本ね僕ねやっぱサフマテリアルなんで、自重がしっかりしてるワームっていうのはやっぱちょっとね軽めに使うことが多く、軽めで使うことが多いんですよ。だからネイルショットのザットのネイルショットの、0.45g っていうのをメインに使います。結構軽くね、思うかもしれないですけど、ワームの自重があるんで、少しね、軽めのネイルショットを打ちます。あとはやっぱダウンショットですね。ダウンショットは、それこそ、リジットフィネスの1番サイズに、まあ 0.6g から 1.8g の間ですね、のシンカーを使って、ダウンショットシンカーを使ってやるのが多いです。まあ、結構ねやっぱその3つのリグっていうのはおすすめなんで 使いやすいと思います。はい、使ってみてくださいぜひ。あとねあのライトキャロとかもねあのメインで使う人はいると思うんですけど、その時のねオフセットフックのサイズ番手ですね、まあ4番サイズとか、まあ少し小さめの6番サイズっていうのがおすすめです。ウェイトはね、やっぱちょっと水深によっても変えてもらうのはダメだと思うので、ウェイトはね、各釣り場によって変えてみてください。これね、使いどころというかね、使うタイミングなんですけど、まあ、普段ね、やっぱり琵琶湖でやってると大きなワームを使うことが多いんですけど、どうしてもね、やっぱタフの時が多いんですよ。タフの時もある。ね、小さなワームしか食べないっていう時もあるんで、そんな時にね、使ってみるとめちゃくちゃ釣れるんで、ぜひね、そういうタイミング、あ、ちょっとなんか今日渋いなって思うタイミングで投げてみてください。まあ、とにかくこのベローズスティック 2.8 インチ、めちゃくちゃ釣れます。もうとにかくね、困った時に投げれるワーム、食わせのワームになってるんで、ぜひね、いろんなシチュエーション、いろんなエリア、いろんなね、ダムやったり川やったり場所で使ってみてもらえるのがいいかなと思います。で、今年結構ねベイトいろんな種類多いんですよね。アユやったりとか、ね、ハスコとかも入ってきてるんですけど、だからね今はこのスティック、まあ、流線系の魚をイメージしてスティックの 2.8 でやってるんですけど、ね、これからねやっぱウィードもやっぱ多いってことで、ギルもねやっぱ沖側にすげえ多いんですよ。絶対ね、これギルを食う個体っていうのが増えてくるんで、もうそうなってきたらベロギルっすね。ベローズギルで 2.8、3.8、5.8、まあどれでもいいですけど、ちょっとね、やっぱマッチザベイト、そこを合わせてやるとまたね、違った魚釣れるんで、これからまたベロギルの出番が増えてくると思います。たかな。うわ、離した。ああ、持ってってる。おっしゃ
巻き合わせ決まったな。今もね、多分ね、ギルが持ってった。ギルが持ってって、一瞬ギルがバンと離したが分かって、でそっから、重くそ巻き合わせ。もう完全にギルが走るスピードから、全然ね、ギャンと変わったんで、もうそれも目安にするといいかなと。ね、ここで走るんで絶対ドラグの調整は初めは強め、そっからボート寄ってきたらちょっと緩めてやる。そうしないと絶対切られるんでね、走るんで難しいですけど練習。元気ええなこいつ。よっしゃ、よう釣れるやん、ほんま、でかいし、でかー。ベローズスティック 2.8 インチ、またね、こちょこちょヘッドの 0.9 グラム。まあウィードがそんなに少ないんで、少ないというかね、まだそこまで入ってないんで、これぐらいで OK ですわ。よう釣れるほんま、スティックやばいなー。